はいはいどうも皆さん。好きなインバーターは東洋初期 GTO、サトリです。皆さんこんにちは。バイトに明け暮れてる虫を見て笑ってる小石だよ。というわけで今回はですね、トレインクルーで隠身が来たということでですね、遅ればせながら私たちも実況していきたいと思います。本当は初日に動画を出したかったところなんだけど、まあ虫が多忙だった結果こうなりました。はい。今後もこういうことが結構続くかなと思ってみたり見なかったり。ま、このチャンネルは基本マイペースだし気にする必要もないか。そういう問題ちゃうねん。で、今回の赤山町延伸に伴いまして、ワンマンダイヤが正式に追加されました。ワンマンダイヤは、今見てるワンマン運転ダイヤ追加パックを購入すればできるようになるね。幸い、実は録画外で結構このゲームをやり込んでたのでポイントは潤沢にあります。と、ありますね。今回追加された1145レ、ワンマン普通大道寺行き。で、もう一つの追加列車、1242レ、江ノ原信号所発、ワンマン普通王子行き。あとは地味にこの、676レ、日の森行きも今回で追加された列車ね。で、今回追加されたのは以下3列車のみ、それ以外の列車は区間延伸などが行われてるのみです。まあその延伸されてる列車が多いことに価値があるんだけどね。というわけで今回は、1242レを運転していきたいなと思います。ちなみに事前情報などは一切なしのガチ初見プレイです。苦手な方はご注意ください。それでは、出発進行。というわけでやってきましたは江ノ原信号所。今回はワンマン、つまり車掌はいないので出発合図などを待つ必要はありません。つまり、入れ替え信号が開通した瞬間発車ってことだね。そういうことね。と、入れ替え進行。ATS よし。江ノ原信号所発車。そういえばこの列車、江ノ原信号所発扱いなんだね。そうね、回送区間も含めて業務上は普通列車扱いにされているわ。こういうのの現実例として、京阪の寝屋川信号所行きが挙げられるかしら。寝屋川信号所ってあれだよね、茅島と寝屋川市の間にある。そうそう、福福線の起点並びに、寝屋川車庫への入れ替え線を担う役割を持つ信号所ね。で、日中に設定されてる茅島行きの普通列車なんだけど、実は扱い上は茅島駅ではなく寝屋川信号所で折り返してる扱いだから、業務上では、寝屋川信号所行きって扱いだったりするわ。寝屋川信号所行き、響きだけ聞くとなんだかいいね。というわけで、始発駅の大道寺へ到着。ワンマン運転だから。そっか、私たちがドアを開けないとなのか。そうね、ちなみに立浜電鉄ではワンマンドアスイッチとかもないから。車掌用ドアスイッチを取り扱う必要があるわね。と、無事回避、お客さんも乗り込んできたね。それじゃ、ひとまず小休憩といったところかしら。それじゃ、発車時刻近くなるまでカット。それでは、当駅止まりの準急が到着し接続も完了したので、いざ発車。実は録画外でちょっと手間取ってドア閉止が遅れて、発車が少し遅れてたり。やめてそれ言わないで。実況者ならそういう場面をネタにすべきだと思うんだけど。あれあんたいつの間にそんな思考になったの？というわけでいざ、ここから新区間へ。噂ではこの先は山越え区間らしいからね、気を引き締めていかないと。にしてもこの3300型めちゃくちゃ運転しやすいわね。VVVF インバータ、に MHT が影響してるんだろうね。と、確かこいつは3000型の車体をそのまま流用して、引き上や運転台を徹底的に改造したんだっけ。その結果レトロな見た目なのにもかかわらず、ワンハンドルマスコンに VVVF インバータっていうギャップが生じてるんだね。なんだか、東急7700系みたいね。あ、確かに。あいつも車体そのまま引き上を更新してるし、運転台もワンハンドル化してるし、おまけにワンマン運転か改造をされていてに MHT なのも同じという。と、列車は単線トンネルへ突入しているね。勾配も 15% 見る。急勾配とは言わずともそこそこ登ってるわね。そしてトンネルを抜けた先は雪国。残念雪国ではありませんでした。そが騙しおってからに。いや騙すのクソもあらへんのよ。これは山を少し切り通した感じなのかな？左側が森戸、右側が山だから。扱い的にはそんな感じなんだろうか。多分この田舎の中単線区間を走ってくる、3両編成がいい感じねー。鉄道って、単線区間の田舎ほど入るよね。それは本当にそうなのよね。と、富士駅が近づいてきました。前回は微妙な停車しかできなかったので今回はもう少しマシな停車を。まあ、SS ランク取れるくらいには腕前は上達したしな。と、一応の始発駅、大道寺から2駅目、富士駅が見えてきたわね。なんというか、こじんまりした駅だね。まあこれくらいがいいんじゃないかしら。てか、白尾線に何回か行ったせいで田舎駅が全部白尾線の駅に見えてくる。それ普通にヤバいと思うよ。あとそれ遠回しに田舎路線が白尾線しかないって言ってることにもなるし。いやまあ別にそんなことはないけど。でも、幹線でかつ田舎でかつ単線、さらに山間部の路線といえばどうしても白尾線を連想しちゃってね。と、
大道寺を11秒演発したものの、なんとか定着成功。弾圧停車はしっかり決めていくと。と、車掌はいないので自分でドアを開けないと。よっと、王子行きです。間もなく発車します。EMB キーを押すことで、促進ブザーを鳴らせるね。音や鳴らし方も変えれるんだけど、まあそれら細かい事情についてはパート1を参照。閉じ目点、出発進行。ホーム、よし。そういえば、停車中は何気にいちいちライトを消してるんだね。いやまあ、停反って停車中は消灯するじゃない？それを真似たってだけの話よ。でもいちいち手間じゃない？いやまあ、リアルだし慣れたら楽しいわよ。なるほどようわからん。ちなみに余談にはなりますが、クズハモールにある3000広場。あそこで、3505号車を用いた運転シミュレーターができるのですが、その際、ぜひ停車時にライトを消す真似をしてみてください。めっちゃ楽しいですから。虫は初めてやった時テンションマックスになったそうな。と、話が脱線しすぎたわね。列車は富士駅を後にします。さっきまでは左側に田畑や住宅が広がってたけど、ここからは森が広がってるね。田園風景あるあるって感じね。この景色の移り変わりは。で、ここからもまた森戸の上を走行してく感じね。少しカットして、カーブを抜けるとそこは住宅街。伏線化するときなんかはここがネックになりそうな配置をしてるわね。何その A 列車的思考。と、間もなく水越です。分岐器を渡るから、速度制限がかかるっぽいね。まあここは華麗に制限速度を遵守と。すっごいギリギリだったけどね。ギリギリを攻めるのが一番運転しやすい飛行成績を出しやすいのよ。まあたまにギリ間に合わなくて超過しちゃうけど。今回安全運転してください。と、水越ね。3両でホーム中ほどに止まるから、ATS パターン信号には引っかからないのね。というわけでしっかり緩めて。と、はい、2段制動3段緩め成功。結構衝撃きたけどね。あとスレッド B6 にも入れてたし。そこいつ見てたか。というわけで回避。わざわざ対戦に入ったってことは入れ替え列車が。いや、あるわけじゃないのか。出発時刻的になさそうね。ってことは、方向別にホームを分けるためって感じなのかな？多分まあ、そういうことじゃないかしら。出発時刻までカット、閉じ目ブザーが駅で流れ始めました。なんだかあれだね、三重県を牛耳ってる赤い会社みたいな発車ブザー。その会社みたいな要素はこの先至るところに出てくるし、いちいち言ってたらキリないわよ。というわけで平日、閉じ目点、ワンマンク2、水越発車。出発進行、次、高見沢。ちなみに例によって、今回も電車で合線用コントローラーを使っているよ。マジでこれを使うだけで気分が全然違うのよね。専用コントローラーってすごいですわ。この辺りから再び田畑が車窓に現れてきたね。田畑の中を走る電車っていいわよね。本当に。と、何気に勾配が 20% ミルもありますね。普通鉄道の中ではそこそこ急勾配な部類なのかな？これは。どうなんだろう。でも決して緩い坂ではないわね。ちなみにあまり知られてないんだけど、P5 から戻すとき P1 か P2 に入れると、低速ノッチに入るわ。低速ノッチってのはあれだね。速度を上り勾配に構わず速度を一定に保つ仕組み。こういう山岳区間では便利なので覚えておくと良いと思います。そして、勾配をある程度上り切った先で左側に川が見えてきたわね。川と山に挟まれた狭い土地を走ってる感じなのか。これを見ると本当に白尾線って感想しか出てこないのよね。あとはまあ、有名どころで言えば嵯峨野線9線。と、この辺り勾配がめちゃくちゃきついわね。速度調整が難しい。上り坂途中にある速度制限って、速度調整がめちゃくちゃ難しいよね。ブレーキをかけすぎると制限速度を大幅に下回っちゃうし、かといってかけすぎないと速度超過しちゃうし、こういうところも腕の見せどころね。場内で制限速度まで減速した後に、再加速するのは乗り心地的にはあまり良くないからね。そういう運転を控えるのがリアルな運転につながるコツだね。さてさて、列車はポイントを渡りまして、高見沢場内へ進入していきます。周りに住宅が少ないね。乗降客少なそう。非常駅感がすごいわね。まあさっき川の対岸にちらっと家が見えてたし、そこの人とかなら使うんじゃないかしら。お姉ちゃん宗太郎駅って知ってる？あそこは別格の別格でしょ。さて、前方の信号が停止信号なので、その信号に合わせてブレーキングを。と。そして最終的にはゆっくり引っ張るのね。京阪とかだと ATS の使用上こういう停車ってよく見るけど、その場合どれくらいの速度を出してるのかしら。と、高見沢停車、15秒延着。ブレーキが甘々すぎた結果がこれか。ドアキーよし、ドア回避。で、この高見沢では対向列車との待ち合わせがあるみたいなので、少しの小休憩かしら。と、今回は一旦ここまで。いや、いきなりすぎない？このまま動画を続けるとマジで冗談抜きに20分超えの動画になりそうで。というわけで、今回は高見沢で一旦区切らせていただきます。まあ、こういうゲームの実況では宿命なのかもね。
それでは、代行でやってきた特急とのすれ違いを背景に、この動画を締めさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。次回は、多分11月下旬くらいに出せると思います。もうちょっと早くならないのそれ。いやまあ、いろいろあるので、